何どうしたのこのちゃん、どうしたの、見バレ、え見バレなんかもうしてるじゃん、高校名までバレてるじゃん、面白いことがあった、面白いことがあった、な何があったの聞いて、なんかファマスになってない。あのさくん DM ね、投稿されるのはしばらく先かもしれないけど、ちょっと前にクリスマスあったじゃないですか、はいはいはい、12月26日まで私学校あってちゃんと行ったんですよ、はい、学校に入って自分のゲット箱見たらこんなものが入ってて、最初私にプレゼントくれるような友達いないし間違いかなって思ってカード見たんですけど、苗字ちゃんメリークリスマスって書いてあって、マジで誰だろうって思ってたんですけど私で、で教室に入って中身を確認したんですよ、そしたらお手紙とまさかの甘ギフが入ってて、え？手紙を読んだら知りました、こんにちは、急なお手紙失礼します、いつも動画ツイッター見せてもらってます、このちゃんのリアルストーカーです、はじめまして、本当はクリスマスということでこの手紙と一緒にプレゼントしてあげようと思ってたんだけど、前日になってチキったので少し遅れてクリスマスプレゼントになっちゃいました、ごめんね、そしてここから私のこのちゃん愛は少しにわかな部分ありましたがお許しください、先日あげられたダーリンダンスの歌見た、めちゃくちゃ可愛くてもう毎日鬼リピしてます、チュってあれバカ可愛い、歌見たすごいすごい、ジってこのちゃん言ってたし、キッズのためにありがとう、次回も楽しみに待ってます。50人クラフトも、このちゃん出てきたらあこのちゃんだってめっちゃワクワクして、最近の漫画配信も必死で説明してるこのちゃんのこととか応援してます、同じとして課題たくさんあって勉強も大変で、そんな中でもゲームを頑張ってるこのちゃんのこと本当に尊敬してます、大学も絶対合格できる、あー読めない、くんさんはじめ参加勢の皆さんたくさん愛されてるこのちゃん、これからもたくさん活躍してね、本当に少しばかりで申し訳ないんだけど気持ちだけ、卒業して気持ちを伝える手段がなくなるのが嫌だったので今回は手紙させてもらいました、一人終わりでごめんなさい、ネタにでも何でもしてください、はいもうお前学校行けない。このちゃんこれ答え合わせだよこれ、このちゃんこれ答え合わせだよこれ、あのクワガタの話知ってるツイッターでこれ答え合わせだよこれ、このちゃん答え合わせになったよ、見事に引っかかった、そうなんかツイッターであのクワガタおったわって言って、なんか玄関の前にクワガタおったってツイートするやつだよこれ、ゲーム終了、人狼の勝ちです、強盗されるで、複数に、あーうわ怖っ、それ怖い、それやばいわ、全員にこの手紙入れてるってことか、へー〇〇さんがねこれ明日クラスラインで YouTube チャンネル回されるよクラスラインクスクス裏で笑われる、まあ小屋融合ルートだね、まあ開き直ってタバコモットの紹介するしかないんじゃない、もうダーリンダンス歌ってよ可愛いダーリンダンス歌ってよ大ファンやって大ファン、いやでもすごいね、なんでその分かったのかね、なんでこの分かったんだろう、そう相当声がまんま一緒だったとかが声じゃない、普段喋らんのに、あそっか普段学校で喋んないのか、一言も喋んないのあんまり、マジでクラスの半数の名前知らん、マジ、このってそういう感じなの、女子校でしょ、仲いいんじゃないの、あ無理なんだ、教室でまともに喋れるの一人ぐらい、やば、あそこまでバレてたのか、教室でまともに喋れないぼっちの靴箱に手紙ぶち込み続けてたのか、あー陸上やっていたことあるなら過去の情報を精査していったのでは、絨毯爆撃だな、もう逃げられないこのちゃん その子にメッセージなんかない、だってその子期待してるよ絶対、本当に誰、マジで名乗り出て、どうやって名乗り出ればいいの、どうやって名乗り出るの、話しかけて、で3、4人ぐらいがさめっちゃニヤニヤしてきたらすげえやばくない、怖くない、3、4人ぐらいの陽キャがめっちゃニヤニヤしながら、このちゃんだよねって言って怖い、陽キャ軍団このちゃんビクってカースト上位が集団できたら怖くない、いやでもあれだね、これ男と男だったら、男がこの立場だったら、あのラノベとかであるなんか超クラスのギャルがやってくるってパターンだよね、ラノベでよくある最近の
クラスのビッチギャルがあのファンだった件についてみたいな感じのやつ、エロいやつ YouTube 広告で見たことあるよな。ゲーム実況者の俺の大ファンの黒ギャルビッチがあの隠れファンだった件についてみたいな、いつものそういうの。エロ漫画だったらエロい。いや、この天城譜だったらもらっていい、天城もらっていいじゃん別に。天城譜も買えばいいじゃん、なんか本人あげたかったんだから。使ってあげるのがそれ このちゃんのあれだよ、勤めだよ。使ってあげないと。話しかければいいの、このちゃんに。この動画割と早めにあげないと。すぐあげるように言っとくわ。まあでも見るのは見てる可能性高いからね。インスタで声かけて。いやいやいや、ダメ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 、リアルで声かけてください、お願いします。インスタだとダメです。あのリアルで友達3人ぐらい連れて、あの河野ちゃんって、河野ちゃん W って、であの昼休みに YouTube、 あの iPhone スマホででっかい音で河野のやつ再生される、目の前で、ほらこれでしょとかって言って、でクラスの子にもみんなにバレちゃうっていういじめあ、お昼の放送お昼の放送お昼の放送でなんか人気者じゃん、コノちゃん。聞きてーねえ、これ歌ってるの あいつじゃない。黒板に Twitter の ID、 カラオケ行こうよ、歌ってよ。一緒にカラオケ行ってあげればいいじゃん、その子、その子とカラオケ行って一緒に歌ってあげればいいじゃん、その目の前で。友達になれるよ多分、同じクンキッズなんだから。で晒されるんでしょ友達になれるでしょ。よかったな。すげえ陽キャだったらやばいな。めっちゃ面白いよな、これで。これで声かけてきたやつめっちゃ陽キャのさ、バリバリのカースクラスカースト上位だったらやばくない？バスケ部来るよ。バスケ部の女来る。女罰のカースト上位来んの？怖いな。バスケ部ない。え、何部がカースト上位なの？え、陸上部がカースト上位なの？え、コノちゃんは陸上じゃなかったの？そうで、え、カースト上位だったってこと？コノは。すぐやめた。ああ、追い出されたのか。わあ。だからやめたのか。あー、陸上部の人じゃない？心当たりない？あ、可能性あるよね。全然練習メニュー私だけ聞かれなくて、多分その文字じゃない。あー、字が違うみたいな。だから妹に書かせたとかなんじゃないの？妹に書かせて、あいつじゃね？とかって言って。これさ、あいつじゃね？私妹に書かせてみるわ。あいつじゃね？あ、妹に書かせたから妹子なのか。妹が、そういうこと？妹子って書かれてたら妹が書いたから、名前どうすんの？適当に書いといて、じゃあ妹だから妹子。今はうちの高校の代名詞。そうなの、言っちゃうんだ。はい。なるほど、なるほどね。バカタレバカすぎる頭悪すぎる学ばなすぎる IQ2 じゃん。IQ2。5000円で顔写真と本名を売ったバカ普段静かなのにどうして配信で話してしまうの？いや、だからだよ、ノルノルさん。普段静かだから話し慣れてないから、どこまで話していいか分かんなくなっちゃって混乱して話しちゃうみたいなパターン。違う、あの本人は分かってないだけ。普段話し慣れてないからこその話、それは。ということで、何、学校で話しかけたらいいんだね。じゃあ友達と一緒に、友達3人とかと一緒に話しかければいいの？河野ちゃん、それ他の人も分かっちゃうじゃん怖っ。話しかける時の動画お願いします。いや、えぐ。卒アルの出荷今から止めてこないと。確かに出荷止めないとダメだよ、もう。卒アル T シャツにされるあのすずりだろ、あのすずり、あれ出していいよ、あの発明さんのすずりの画像出していいよ。はい、これね、すずりの、あの、いや、まあでも今時顔出して YouTuber やってる高校生とかいるから、まあ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 、いいんじゃないですか、まあ、多少恥ずかしいだけで。いや、ブスだから無理。え、でもブスじゃなくない？別に。普通に。客観的に見てもブスじゃないから大丈夫だと思うよ。多分大丈夫。うん。ほら、だって、あの、俺みたいなおじさんとか、よしこちゃんみたいなさ、おじさんおばさん組がさ、可愛いって言ってんだから可愛いよ。だって、あの、二人ともいろんな、こう、人間を見てきてるはずだから、高校生の MS とかが可愛いっていうのは、それは、可愛いって言いたいんだけど、それはセックスしたいって言ってるだけだから、それは。可愛いって、本当に可愛いって言ってる意味じゃ、言ってるわけじゃないから、あれ。ん？ああ、違う、よしこちゃん、あの、まあ、例えの話、例え。例えの話。俺みたいなおじさんとか、まあ、じゃん、まあ、よしこ、あの、このからすればね、妹子ちゃん、本当に一人で話しかけて、本当にお願いだから、本当にいじめないでね。
でもずっと前配信でギターに顔反射しそうだった時に将来的には顔出しもみたいなこと言ってませんでしたっけ。え、それは見てる人に夢を見させる商法。まあとりあえずアハウスはやんないでほしいかな。あの海は別に俺てんてんてんとは言ってないからいや超逃げたのであの超逃げたのっていう対しての返信で俺なんで可愛いよって言わなきゃいけないの。おかしくない別に超逃げたさんの話してないじゃん。はい、ということでじじい。